今回紹介するのはアルデュイのスターターキットです。違う、今回もでしょう。これどうすんの？だって宣伝したじゃないですか。いやでも金本さん、そろそろ皆さんっていうかさ、宣伝ちゃんとしてんの？みんな知ってんの？うちが苦労して翻訳したってこと知ってんの？みんな。いやその後言ってないんで、もう皆さん忘れ去られていると思います、うん、もうね苦労したんだから苦労しました。スターターキットというのがあって、はい、日本語版になってます。はい、これアルデュイの公式のキットですね、うん、公式のキットで、アルデュイの見えないんじゃないけど、ウノと、はい、これウノ、ウノとウノ、うん、ブレッドボードとその他いろんな部品、はい、ケーブルも入ってるし、うん、モーターとかいろんな部品がついてますと、はい、で分かりやすい書籍が、解説書がついてます。この通りの順番に全部やっていくと一通りのことが学べますよと、はい、うん、いうキットですね。キットですね。割とこう結構分かりやすい図で書いてありますよと、はい、でそうなんです。なんと全部日本語ですよ。そうですよ。もっと強く強く押したいんだけど、はい、前はね英語版で売ってたんだよね。英語版で売ってました、まあ、英語版で売ってたんですけど、まあ僕らが、はい、スイッチサイエンス頑張りましたよこれは。うん、まあなんか苦労して翻訳をして、はいはい、なんとイタリアで印刷してそうイタリアで印刷してイタリアで印刷して、はい、輸入しているというよくわからないんですけど、そうですね、仕方、はい、それは仕方がないです。それは、はい、じゃあどこで買えるかというと、実は秋月さんでも買えるんです。あ、そんな、そうなんです。秋月さんでも買えるんで、はい、あでもね秋月さんで買ってっていただくとうちには何の利益も入ってこない。はい、そうなんです。まあまあいいんですよそれでも。いいですよそれでもね、それでもいいですけど、うん、ね、秋月さんは若干仲間だからね。はい、若干仲間だから、まあ、すごく仲良くさせていただいてると思うんですけど、いいんですけど、はい、まあ、できればまあうちで買っていただきたいなと、はい、頑張ったんでね。あれ、お値段的にはどっちが安いんですか？一緒、日本語の方安いですよ。ああ違う、秋月さんとうちとどっちが安いの？ですね、そこが微妙なところ。秋月さんは送料がかかるのでっていうところです。はい、微妙だな、はい。微妙なところです。微妙なメリットですけど、はいはい、そんなところで、はい、まあ、秋月さんでもいいけど、はい、うちでも買ってねと。買ってください。まあ、うん、おいくら？ 12,500円だっけ？600円。600円？はい、税金入って、はい、はい、税込みで12,600円だそうです。そうです。本当？ちょっともう一回確認します。あ、500円だった。俺が正しいじゃん。はい、さすがです。12,500円です。ちょっとお高めですよね、はい、正直言ってね。でも、まあ、ちょっとお高めなんだけど、アルデュイノも入ってるし、はい、書籍も入ってるし、はい、部品全部入ってて、はい、その部品の中にはモーターもあれば液晶もあればって感じなんで、はい、僕はこれはそんなに高くないんじゃないですか。お買い得じゃないのかなと思ってます、はい、で、うん、そうですね。これあとこれを1個渡したら始められるってとこがいいじゃないですか。まあそうですね、はい、なんかそうそう、だから学校とか研究室とかで、はい、うん、まあね、新たに入ってきた人に教えるなんかには最適なんじゃないのかなと。自画自賛というか、別に書いたわけじゃないけどね、書いたわけじゃないけ ないけど翻訳したものとしては思います。超自画自賛しています、はい、しかもこれ日本語がね、金本さん非常に気をつけて、はい、気をつけました。自然な日本語になるように、はい、あるいはその初心者の人が最初に触れてよく理解できるように、はい、まあ、自然な日本語にしてありますのでというところですね、はい。まあ、ところどころね、あのミスプリントがあったりするんですけど、はい、そう、まだあるんだよね、ちょっとね、はい、ちょっとね、はい、ちょっとね、うん、まあでも仕方がないですね、まあ、仕方がないですね、はい、というわけでよろしいでしょうか、はいはい、ぜひこちらアルデュイのスターターキットよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というところで、はい、ありがとうございました。